挙げているのは、福島の再生、復興を加速化する、しっかりと進めるという視点だと思っておりますけれど、帰還に向けた、取り組みの充実と合わせてですね、新たな生活の開始に向けた支援の拡充の両面から福島を支援するということを決めさせていただきました。そして事故に関連してはですね、廃炉汚染水対策、これが極めて重要でありまして、これについては国も前面に立つと、支援機構法と、賠償についてだけではなくて、今後廃炉等についてもですね、その機能を持つと、この法案をですね、この国会に提出をさせていただきたい、そんなふうに考えているところでありまして、すでにですね、この1年間、1年2ヶ月になりますが、我々が政権に復帰をしまして、福島の復興がどうして進んでこなかったのか、さらには廃炉汚染水対策をどう進めるか、ちゃんと答えてます。静かに聞いてください。大切な問題ですから、そういう観点から一つ一つの対策を進めてきております。委員長、これね、時間が来ていますが、これ質問終われないですね。これでは、要は私が聞いているのは、再稼働の暁に、その万が一ですよ、万が一その再稼働した原発が事故が起こったときに適用される法体系はどうなってるんだと。それは見直すと書いてあるけども、見直してないじゃないかと。するとね、両翼、両ウイングのうち、安全規制については整えたけれども、賠償責任の枠組みはできてない、そういうことですか。これ答えていただかないと私の質問終われません。お願いします、委員長。安倍内閣総理大臣。基本的な考え方としてはですね、機構法不足に第6条、機構法不足第6条にあるですね、賠償法の改正等の抜本的な見直しをはじめとする、必要な措置についてはですね、エネルギー基本計画で示す原子力の位置づけ等を含めたエネルギー政策を勘案しつつ、現在進行中の福島の賠償の実情等を踏まえてですね、総合的に検討を進めていく考えであります。委員長、すると今おっしゃった検討が終わるまでは再稼働できないと政府は認識してるんですかと。イエスかノーかだけで結構です。条件じゃないなら、じゃあ下村文部科学大臣。先ほどからですね、答弁を申し上げてますが、国が果たすべき責任はしっかり果たしていくということが大前提です。その中で原子力発電所の事故に関する損害賠償、この見直しについては先ほど答弁申し上げましたが、これはエネルギー政策を勘案しつつ、現在進行中の福島の賠償の実情を踏まえ、総合的に検討を進めていく、その中で最終的には国が責任を果たすべきことはしっかり果たしていくということを申し上げているわけで、明確に答弁をしているというふうに思います。安達君。今一番今の私が政府に対して質問を申し上げたことについて理解をしていただいているのは国民だと思います。しっかりと私が今日申し上げたのは、両翼安全規制とともに賠償の枠組み、あるいは事故が万一起こった時の賠償、生活再建、地域再建の枠組みが整わなければ、ね、できなければ、再稼働の前提が整わないということ、したがって、私はね、日本経済のことを考えれば、再稼働はせなあかんと思ってますよ。だからこそ、去年1年間、委員会でも再三、これを早く急げと申し上げてきたにもかかわらず、今に至ってまだできてないわけでございます。この後、藤井委員が引き継いでいただきますので、私のこの質問を終わりますが、ぜひ政府におかれては、今申し上げたこの検討、再稼働までに必ず道筋をつけていただきますよう、お願い申し上げて、私の質問終わります。ありがとうございました。この際、藤井貴男君から関連質疑の申し出があります。
浦岡君の持ち時間の範囲内でこれを許します。